メンバーを大きくこの時間帯入れ替えてきました福島ファイヤーボンズです。ハレルソン、ここはダブルチーム、チョンギボムの3決まりました。福島最初の3ポイントは7番のチョンギボム。クロフォード、クロフォードにはハレルソンがマッチアップ。木村、エナジーを見せる6番の長谷川から早い展開は福島です。これは走り込んでいました、ジョシュ・ハレルソンです。さあチョンギボム3もあるが、ここ自分に行きました。インサイドペイントエリア内での攻防、やはりエチェニケ強い。そしてエンドワン、バスケットカウント、キャプテン井出から。さあここはしかしエチェニケ、時間はほとんどありません。菅野のシュートが決まりました。21対10、29対16。さあ村上対栗原、スピード対決、しかしこれは村上のファールということで、スピードのある選手同士のマッチアップとなりました。ここは栗原が仕掛けて、最後は村上のファール。6番の長谷川から今日 B2 通算1000得点を挙げましたチョンギボム。さあ中にはエチェニケが待っていて、そしてエンドワン、チョンギボムから、まあ、やはりこの中の強さ、高さというところで今日のゲームではかなり福島に分があるという印象。ここはクロフォード、オンザコート1、うまい動きを見せてスクープショット、しかしこれはこぼれます。クロフォードトップから入り込んできて、ステップを踏んで外にボールをさばきます。コーナー3決まりました。9番の岡島、19歳です。チョンギボム、長谷川2本目来るか、これはこぼれてインサイド、強さを見せるオフェンスリバウンド、そしてエンドワン、長谷川のスリーがこぼれて、まあ、3番の大谷とクロフォード2人の選手が、7番のチョンギボムから、さあうまく使ってダンクシュート、グレゴリーエチェニケ点を量産しています。7番のチョンギボムのアタックから、ここも鮮やかな素晴らしいパスワーク、そしてダンクシュートを見せていきましたグレゴリー・エチェニケです。さあそのエチェニケ、さあここは軽やかなステップで今度は決めていきました。76対51。さあ福島はおっと、ここは手を伸ばしました。エチェニケ自らディフェンスからダンクシュート成功、これでグレゴリー・エチェニケ。2番栗原ロールターンから最後はキックアウト、45番カノのスリーポイントを決めましたが、その差が開きました福島ファイヤーボンズ。